アーロン・ジャッジ、とんでもない数値を叩き出す W。 どうなん？薬抜き歴代最強打者の全盛期やぞ。明らかに不調でも勝負するの怖いもんなんやな。不調というかマイポストシーズン後やからな。 OPS620 は普通に雑魚で草。これはまたジーターに意味のないホームランを扱いされますわ。不調でも4割近く出塁できるのは優秀。ヤンキースがワールドシリーズまで行けそうだから、この不調のままさらされてリングを獲得する可能性もあるというね。一番打者の大谷へのメッセージか。もうロイヤルズ以上の先発出てくる球団消えたやろ。トントンスタントンが調子ええみたいで、ハーパーやシュワバーのように PS で成績上げるやつがスターやお薬立て椅子とか。ポストシーズンの盛り上がり考えると、ここでしょぼいやつは空文句言われるで。優勝決定シリーズとワールドシリーズ出てば問題ないやん。アウトにならないというだけでチームとしては助かるやろ。一応センターもやっとるし先端ではない。アヘタンで支給率 0.150 と考えたら割とすごい。ご視聴ありがとうございました。